しぺさん、はい。この間税務調査が来るっていう話したんですけど、うん、来た。実際来ましたよね。来たね。どうでしたか？ちゃんと来た。ちゃんと来ました。ちゃんと来た。約束通り来ました。約束通りきっちり10時に来た。きっちり来ました。うん、きっちり10時に来た。几帳面ですね。几帳面だった。はい、やっぱり。あ、はい、でどうでしたか？ね、どうだったか。はい。どういうふうに何を聞かれたのかなと思って。結果から言うと、はい、ものすごくちゃんとやってる会社ですね、はい、という。よかった、褒められた。だからまあそれは当たり前なんですけど、それは当たり前というか、こう売上を隠してるとか、はい、経費かさ増ししてるとかじゃなくて、はいはい、ものすごくちゃんとしてる会社ですねっていう、そうそうそう、そういう感じで、うん、逆に褒めてくれた感じですか？そうっすね。なんかちゃんとやってますねって、はい、まあ、多分これ、まあ、これだけって規模の大小ちょっと僕には分かんないけど、多分あるんだろうね、はい、そのいろいろもっと、はい、なんかだからこれぐらいの大きさの会社になればもっとつっつけばいろいろ出てくるだろうって思って調査に来たんでしょうね、うん、おそらくなんかそんな感じ、はい、で一人うざいやつがいたの。あそう言っていいのかな。一人うざいやつがいて3人で来て、はい、でボンボンボンと、で一人は新米のペーペーみたいな、はい、まあ、新米のペーペーがちょっともうちょっとぐらいな、うん、まあ、その中でも若手みたいな、はい、真面目な感じの男で、はい、もう一人はおじさんなんだけど、まあ、まあ優しいというか、まあ、はい、いい人みたいな感じで、もう一人っていうのがまあうざいやつで、まあ、なんでうざいかとかはまあ後でかもしれないけども、はい、まあ、そういう陣営でまず来て、はい、あ、じゃあ3人で来たんですね。3人で来た。へえ、3人で来ました。私は大体調査って、まあ、1人か2人かなと思ったんですけど、うん、3人っていうパターンもあるんですね。うん、はい、なんか会社の規模によって違うんじゃないかな、はい、と。あとあれですか、調査って税務署から来ると思うんですけど、うん、全員3人とも税務署、同じ税務署から来ました？その新米くんと、はい、いい人おじちゃんは、はい、相模原税務署、はい、あ、会社のここを相模原市に会社があるんで、そうそうそう、そこの管轄の税務署から来たんですね。そうです、そうです、はい、でうざい子は、はい、神奈川税務署。ああ、じゃあ違うところなんです。そうで、その税務署、はい、神奈川税務署の方がすげえのかって思ったんだけど、はい、多分そんなことはないっぽくて、はい、横並びなんだよね多分。そうですね、税務署は、まあ、基本的にはまあ横並びなんでしょうね、うん、はい、でそのうざい子っていうのは何だったかっていうと、はい、海外に詳しい、はいはい、海外のこう県に詳しいっていう感じで、はい、来たから、多分その海外に詳しいっていう人が相模原税務署にはいなかったから、はい、まあ、多分近めのところでいる人っていうので、はい、来たっていう多分感じだったと思います、ね、はい、あ、そうだったんですね、うん、何年、今回じゃなくて何年か前に一度税務調査に来た時も、うん、もう一人は違うところから来たんでしたっけ？そうですね、はい、確かそうでした。あ、はい、じゃあだから、まあ想定内っていう、はい、あ、やっぱ3人かっていう、いつもどおり前と同じっていう感じですかね、うん、でしたね、はい、はい、でまあこんにちはみたいな感じから始まって、はい、でまあ事業内容の説明ですね最初は、はい、この会社何をやってるんですかっていう、まあ、まずそこからですよね。で、まあ、僕はホームページ見ましたかみたいな感じで、あ、見ましたみたいな、はい、一応見たんですけどみたいな。でやっぱりこう、まあ、ちょっと複雑な会社っぽくて、はい、やってることが多岐にわたってたり、はいはい、あとはいろんなこう事業があったり、それこそ海外とのつながりがあったり、はい、っていうところなので、まあ、ここの、何、相模原の何々地区の人が来る八百屋さんですよみたいな会社じゃないではないですか。そうですよね。もう全国規模でいろいろやってますよっていう。そうですね、はい、全国およびまあ海外にもやる、海外っていうのだから、はい、でしかもフィットネスだから、ね、はい、しかもフィットネス関係ですって言っといて、フィットネスの店舗は持ってないって、まあ、一般の人からするとじゃあ何やってんのっていう、スポーツジムを経営してるわけではないですもん、まあ、そうそう、一部分、まあ、一つの事業としてはありますけど、そうですね、はい、だから余計こう一般感覚からすると
ちょっとこう勉強しないと、はい、ちゃんと聞かないとどういう仕組みなのかっていうのが分かりづらそうな感じはありましたね、はい、調査官としても、まあ、珍しい会社だなっていう印象だったんですかね、うん、そんな感じで言ってましたね、うんうん、それで、まあ概要を説明します、はい、そしたら、じゃあなんかいろいろ資料を見せてくださいみたいな感じになっていって、はい、まあ資料はいろんな資料ですね、本当に商品の資料だったり、はい、まあ本当に何だその売上だったり経費だったり、まあその辺だったりっていうのを、はい、まあ僕はちょっとそういう話はしたんですけれども、まあそういうのは経理の方とかがそういう資料とか用意してくれて、はい、でまあ進んでったんで、まあ、それをひたすらチェックしてわからないところは聞いてみたいな、はい、っていうのが基本的な流れ、あ流れなんですね、うん、はいですね、だから何をしましたかって言われたらもうそれだけ、はい、向こうがチェックして、はい、何かあったら質問が来てその質問に答えるという、なるほど、うん、ただそれだけですね、はい、だから基本的にはまあそのこの動画を見てくれてる方からしたらもしかしたら調査って出だしがどうなのかなっていうのが心配だと思うんですよ、うん、やっぱで先ほどのお話だとやっぱり来て最初の1日目ぐらいはの、うん、まあお昼ぐらいまでは、うん、こうまあ事業内容の説明とか、うん、まあ、ちょっとした世間話みたいなそういう感じで割と和やかに進むんですか、うん、まあ俄然和やかですね、もう和やか以外の何者でもないっていう、和やか以外の何者でもない、はい、でもまあその世間一般の体として、はい、普通会社法人になると5、6年、はい、とかに1回ぐらいはまあ来るもんだよねみたいな感じ、そうですね、ですよね、なるほど、はい、だとどっちかっていうと、はい、嬉しい来客ではないのが普通なのが世間一般の、まあ確かに、ね、だってね、なんかいろいろチェックしてそうですねでこれは何のためにみたいなことを言うん で、ね、だからもちろんお互いにその感覚はあると思うんですよ、はい、こっちも別にこう招かれざる客よみたいな、はい、オーラは出さないけど、はい、まあそういう体なんだろうなみたいな、はい、で向こうもどっちかって言ったらこう、まあ疑ってかかってきますよね、もちろん、そう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 、うん、だからそういう前提はあるけど、まあでももちろんこう座ったら普通に大人として、まあそうですよね、うん、じゃあいろいろ教えてくださいみたいな感じで行くんで、はい、まあ、怖い場面は一個もないかな、もちろん、はい、まあ、急に怒鳴られたりとかそういうことはまあないですよね、怒鳴られることは警察じゃないしっていうないですよね、カツ丼出されて食えって言われる状況は全然ない、はい、ないですよね、絶対 なので、まあ、税務調査来るぞって言ってそんなにこう、まあ、いろんな動画でも言ってますけど慌てる必要とか恐れる必要はないですよね、全くないね、はい、全くない。で結局じゃ結局どうだったんだよっていうとちょこっと払うことになったんですよ、はい、でそれは結局要はもはや見解の相違までもいかず、はい、なんだろうな、もはやミスみたいな、あ何年かにわたってチェックするじゃないですか、はい、もはや僕からすると1個は税理士のミス、税理士事務所のミス、はい、要はこれは、はい、まあまあ簡単に言うと木をまたぐ時っていろいろ処理が面倒くさかったりするんですよ ね、はい、決算をまたぐ時はそう、はい、でこれはこの木ですみたいな風に、はい、書いてあったのに、はい、その通りに処理をしなかったみたいなのがあって、はい、それはその年の経費じゃないんじゃないですか、はい、みたいな、はい、っていうのでこっちもワオみたいな、なるほど、確かにみたいな、何年かをまとめてギュッとすれば、まあ、経費では間違いないんだけど、その決算で区切るからそれ の前の年に入ってるの次の年に入ってるのっていうそういうズレってことですよね、そう、はい、だからもうそこに関してはワオとしか言いようがないよね、なるほどね、なるほどねぐらい確かに、はい、状態で、まあ、あとはそのうざいって言ってたのは、その海外のところがややうざくて、はい、うざいっていうか要はもういや教えてくれよっていうぐらいな、はい、細かい金なんか知らねえよそんなのっていうのが結構あるんですよね、なるほど、うん、何輸出入に関する、はい、
消費税の扱いとか、はい、あとは、まあ、なんか海外の、no. な何あの商品、はい、商品を、まあいいやそれ難しいからいいんですけど、まあ、そこにかかるいろんなコストの計算が日本ではこうだけど、はい、海外が絡むとこうだよねみたいなのがあったり、はい、いやそれはそうだったんですねってなるほどねこっちはちゃんとやってるつもりでも、まあ、あの税務調査の調査官で、まあ、税法的にどうですかっていうふうにもちろん見るので、うん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 、なので、まあ、会社としてはもう真っ当に真面目にやってたとしても、うん、税法で見るとあのここはちょっと違いますよっていうそういう指摘ぐらいはあったってことですかね、うん、そうですねリバースチャージ&バックトゥーザなんとかフューチャーフューチャーみたいな、はい、2015年だか6年かに始まったんですよみたいな知りませんがそんなのせめて日本語でそのルールし定めてもらってもよろしいですかリバースチャージってなんだっていう戻って貯める一瞬そのリバースチャージって言った瞬間ちょっとどっちかというとあなんか還付してもらえるあ文字で言うとお金も税金戻しますねって感じになりますねそうだから でも違ったって、うん、違ったというか、うん、それも超細かい話なんですよ、はい、なんか Facebook の広告の時の話だったかな、はい、覚えてない、はい、ごめんなさいそれは経理の方が覚えてると思うんですけど、はい、覚えたとてのところもあるぐらいな、はいまあ、だからあっちもなんかそういう感じになってるんですよねみたいな感じで、はいでこっちもそうなんですかみたいな、うん、なんか分かりましたみたいなじゃあ次から気をつけます、はい、そうしますみたいな、はいうん、感じのが多かったですね、はいうん、あと皆さんにとって多分その辺ってなかなかこうかなり手広くやらないとねなんか海外から何かをあれしてとかってあれだと思うんですけれども、はい皆さんにも起こりうるかなと思って質問で聞かれたのは、はい海外によく出張があるじゃないですか、はい、あのもちろん私特にそうですね新平さんはよくアメリカですとかいろいろそう、はい、でそういう出張に何しに行ってたんですかとか聞かれたのはうざかったですねなるほど、まあ、もちろんこっちとしては仕事で行ってんだっていう話なんですけど、うん、まああのもしかしたらちょっとあの10回に1回ぐらいはプライベートで遊びに行ってんじゃないのぐらいの感じで、うんまあ、調査官は、まあ、見てくるっていう感じですかね、うんまあ、プライベートで遊びに行ってんじゃねえのって思ってたかは分かんないですけど、はい、でもあの要は、はい、そこまでの質問をするってことは、はい、もう多分本当にもうなかったんでしょうねそうですねもう明らかに悪質なものはなかったんでしょうね目につくようなあからさまな、はい、もちろん悪質なものはないし、もちろんないし、あからさまにやり方間違ってた、はい、なんかとんでもないものとかもなかったから、はい、多分そういうじゃあ細かいとこを聞くしかないかなっていう感じになったと思うんですけど、はい、まあでも結局仕事で行ってるから、はい、あのもうそれをただあのいやあのあっちに行って例えばズンバのイベントとか向こうのオフィスに行きましたとか、はい、あのなんかそういう仕事の内容を伝えたら、はい、終わったっていうのが、ねはい、だからそこはもう全く問題なく、うん、何かこう指摘されて直してっていうわけでもなくて、うん、もう仕事で行ってるんですこういう目的で行ってるんですっていうのをきちっと説明したら、うん、ちゃんと経費として認められたっていうことですよねそうですね、うんまあ、一個怪しかったのはあのグアムに行ったんですよはいグアムはいこれ別にみんなに言う必要あったのか分かんないけど、はい、グアムに行ったんですよ、はい、それがコロナ禍の真っ只中で、はい、その時の渡航ってすごいいろいろ制限があったじゃないですか、はい、ありましたねでも僕その時の8月には絶対にアメリカに行かなきゃいけなかったんですよ、はい、アメリカのズンバとかアファとかに絶対行かなきゃいけない用事があって、はい、でそれに行けるかが心配で、はい練習しようと思ってなるほど日本から一番近いアメリカ、うん、グアムそう本当はハワイでもよくハワイに行きたかったんだけど、はい、というか、まあ、一番近いアメリカで本当に入れて、はい、入国できてしかも帰国もできるのかというのを試すっていう練習で、はい、弾丸でボンボンって言って帰ってきたっていうのがあって、はいはい、まあそれもでも
結局ね、あの確かにグアムでにお客さんはその時はいなかったけど、はい、ちゃんと仕事のために目的があって行ったんですもんね、うんうん、そうですね、うん、っていうのがあったので、あの個人的にまあなんかちょっとこれにはどういう反応するのかなって思ったのがぐらいだったけど、完全スルーだった、はい、スルーで、うん、あそうなんですねみたいな。あだからなんかこう思ったのが、例えば交通費とか飛行機、まあその旅費とかそういうものでも目的がしっかりちゃんとしてないと逆に突っ込まれて、うん、これダメですよって言われかねないってことですかね。うん、そうね。ただこれも、まあ、前の動画を見ていただく経費100連発っていう、そうですね、もうなんか伝説の動画が、伝説の動画があるんですけど、それも本当になんだろうな、じゃあ僕も例えばアメリカ行って、はい、あの朝起きた瞬間から寝る寸前までずっとそのアメリカの人と仕事をしてるかって言ったら、そうではない、そうではないですねもちろん、はい、そう下手したらじゃあズンバに行きます、次はアファに行きます、はい、その中1日空いてる可能性もあるじゃないですか。そうです ね、はい、移動日とかも含めて、はい、だからなんだろう、そので仕事の数が1個の時もあれば、はい、2個の時もあるもありますね、うん、3個もかもしれない、はい、だからなんだろう、仕事でさえ行ってればあのもうただただそれを言えば、はい、あのうん、いいっていう感じですね、はい、ですね、うん、まあ、余計なことは言わないで、もう例えばズンバだったらズンバの仕事で行ってますとか、うんうんうん、こういう目的で行ってますって、ああもうそれだけですね、はい、うん、ですね、それだけでいいです、うん、というかそこまでなかなか多分言ってくることは、うん、まあ分かんない、なんか毎月のように草津に行って別府に行って次は何でしょうか箱根でしたみたいのを毎月やってたらあの何で行ってるんですかってまず聞かれてそこで、はい、そこの宿で毎月なんかこう仕事があって、はい、そこの宿で毎月こうヨガのクラスをやってくださいって言われてって行ってるんですよなら OK ですね。だけどあのだからこの熱海は何で行ったんですか、花火大会です、じゃあちょっとそれはダメだよって言われる、うん、それはダメだよって言われるし、経費にもしちゃダメだし、あの経費にしてってそれを言うっていうのもじゃあなんで経費にしてるのちょっとわけわかんない、ちょっとわけわかんないそもそもなんで入れたんだって話になっちゃいますからね。そうそう、はい、ただ花火大会がこれは悪いって言ってるんじゃなくて、お客さんと花火大会に行く可能性もあるじゃないですか。まあ確かに、ね、そうですね、仕事した後向こうの現地の人が実は今日、ね、地元のお祭りがあるから行きましょうよって言われて、はい、行って花火をイエーイって見た、これまたね、そうですね、それはもう親睦深めて、うんうん、まあ、売り上げにつながるかもしれないっていうことで、そうそう、それはもう交際費っていう扱いですよね。そうそう、だから箱根に行くのが悪いとか草津に行くのが悪いって全く言ってなくて、あの仕事仕事で行けばいいです、仕事で行けばいいっていう感じですですね、うん、であとは要は仕事になってるかの判断は、それがじゃあ会社の売上につながってんの、利益につながってんのっていうところもあると思うんですよ。そうですね、うん、でもあのそこもまた仕事の難しいところで、はい、その仕事を獲得しに行ってることもいくらでもあるじゃないですか、はい、で結果仕事にならなかった、そうですね、うん、っていうことも往々にしてありますね。そうだから私の確定申告上では収入にはまだなってないんだけど、それはあの販路を拡大するために行ってました、でも身にならなかったんです、結果には結びつきませんでした、はい、っていう結果になってなくてもそれをやったのであればそれを言えばもちろん、そうですね、うん、かけた経費の分だけ売り上げが伸びるんだったらこんなに楽なことないですもんね。そういう論法で来られたら、いやさすがにね、ちょっと仕事舐めないでください、あの民間が分かってないっていうか、なんでまあ粛々と、はい、あのその全く怒る、確かにうざいとか言っちゃってあのちょっとあれなんだけど、はい、あの怒る必要もないし、はい、確かになんかそれ疑ってるみたいに思うかもしれないけど、はい、でもそれはもう淡々とそういうもんなんだっていう、そうですね、感じで、あのイラッとするかもしれない、そういう場面がないあるかもしれないけど、はい、
それは普通にあれで言っておりましたと、はいはい、っていう感じで、はい、うん、言えば大丈夫かな、はい、うん、っていう感じ、はいはい、なので、まあ、前の方の動画でもお話したんですけど、インストラクターさんに税務調査が来るって、うん、もうかなり本当に滅多に来ないことなんですけど、うん、もし来ても、うん、もう、まあ、今回の動画のようにあんまり心配する必要はなくて、うん、まあ、こういう仕事をやってますとか、うんうん、この経費はこれに使いましたとか、きちっと説明できれば、うんうん、本当にもう恐れることはなくて、うん、仮にもう、まあ、税法上はこうなんですよっていうことがあったら、うん、まあ、そこはまあ素直に直せばいいっていう、そういうことですもんね、うんうん、本当にその通りですね、はい、だしそこまでビジネスが複雑化してなければ、はい、税法上の間違いもそんなに多くはそんなにはそうですねならないと思うんで、はい、まあそんな心配すること何も恐れることがない、はい、という感じの税務調査でございました、はい、今回写真撮ってもいいですかって聞いたんですよ。ああ、どうでしたか？なんか3人でちょっとこうざわざわみたいな、そうみんなでみんなの顔を見合うみたいな、え、みたいな、え、みたいな、え、ちょっとどうですかみたいなそういう感じになって、はい、まあ、結局はいや何かがあったらあれなんでちょっと控えさせていただいていいですか、はい、みたいな感じで言ってて、はい、お役所だな、まあ、そうですね後ろ姿でもいいですかって言ったいやちょっと私たちでは判断しかねますみたいなそういう感じで、はい、おでも撮影とかはできなかったけど、うん、っていう感じですかね。本当はなんかパシャってやってみんなに見せるところにならないって感じなんですけど、なんだったらフィスサインとかしてくれてもいいぐらいのそうそうなんだけど、はい、まあそこは、まあ、そうですね初めて聞かれましたそうですね、まあ、そういう和やかな感じで終わって、はい、帰って行かれたという感じでございました。はい、はい、無事にというかなんというか終わったっていう感じですかね。そうですね、うん、まあ、スタッフの皆さんのおかげですね。しっかりこう、はい、細かいところまで、はい、やってくださってるっていうところがやっぱりあったから、はい、だから来るって言われた時もね、あんなギャグみたいな感じで言われてますから、まあ、確かにちゃんとやってなかったらもっと悲壮感あふれる感じで、うん、どうしましょうってなりますもんね、うんうん、この間の動画もそう、はい、だからね、そういう感じでしたという、だから結論もちろん恐れることは何もない、はい、普通にただただ聞かれた質問に答えればいいだけという、はい、それだけですね、はい、はい、ですね、はい、はい、ということで、税務調査編第2編でございましたっていうか、まあ 1,2 編で終わりなんですけれども、まあ経験としてまたあってよかったなと思います。勉強したことは今後に生かそうと思います。はい、それでは、今回もおむすびさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では失礼します。ありがとうございました。税務調査は怖くない？